の左。そうですね。もうね、ちょっと振るのやめたんだ私。あ、そう。うん。振るとちょっとクラブが遅れすぎちゃう。あ。ナイスショー、完璧じゃん。木の左。はい。私さ、木の左狙ったら木に当たる、かぶりそうです。じゃんね。私は木の右かな。うん、ちょっと木狙ってスライスな。もう。頑張って切りたい。右側で。触れた。いいんじゃない？触れたよね今。よし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 、今いいよ、今いいよね、うん、やっと触れてきた気がする。合ってきた、うん、合ってきた。じゅんちゃん飛んでます。イエーイ。私より飛んでるやん。だからドライバー変えてから飛ぶようになったんだよ本当に。あれは私やっぱ左狙わなきゃいけなかったです。見えないでしょ。見えない。ちょっとフェードをかける感じでいきます。わかった、ノーコック思い出したよ。いい、私のいつものこんぐらいのね、さっきのドライバーでちょっと思い出した。いいじゃん。よし、しーちゃん。はい、あれスライスかかんないんだけど。あれスライスとかフェードかかる予定だったんだけど、ちょっとかぶって入ったね。ダッサ。まあ今のはあれだな、ダッサだな。ダッサだよね。まあまあ、あー大きいよ。どこ行っちゃったよ。ダッサーになりたくないと思ったら力入っちゃった。あー、かろうじてだな。生きてる？うん。お。強い。強いですね。おかしいよね。おかしいよ今の。お？結構打ったよ。結構打ったよ。あ、嘘、そんな行く？あ、そう。あれ？こっから意外に早かったんだね。左がね。登ってるようで登ってなかったかな。うん。これ入れたらまあかっこいいよ。だよね。折り返し。折り返し地点。これ入れてきたら好き。あー、切れた。入れ。あ、惜しい。思ったより曲がるん。好きになるわけ今でしょ、うん、惜しいところを残すのが私です。切れないよ。オッケー。悲しいです。ボギーです。ボギーです。いやー、今入ったんじゃないかと思ったね。クッてね、最後で。リサちゃんさ、うん、この間なんかクラシックカーのさ、うんうんうん、なんかイベント、うんうん、行ってなかった？行った。あ、いた？行った行った。あのね、それ何？4日間、うん、4日間かけて1000キロ1000キロって走るんだけど、私もそんな感じだった、うん、1000キロって何？そうだね。そう、なんかクラシックカー、まあ、古い車で、こう東北地方を行って、うん、またこう東京に帰ってくるっていう、こうぐるーっと
走るんだけど、110台ぐらいいて、車のクラシックカーが。そんなにいるんだ。もう決められたルートを配られて、うん、その決められたルートを走んなきゃいけないみたいな、うん、それって携帯で見ちゃいけないの、ナビを。ダメなの。その紙、その文字で起こされてんだけど、例えば100何号線、うん、どこ方面、T 字路を右。嘘でしょ。ほんとほんと、やば。一つ目の信号を左とか。うーん。で、その何百メートルっていうのを測らないといけないから、うん、例えばそれ右に曲がったとしたら、うん、メーターをゼロに押して、そこから100メートル測って、間もなく100メーターになるよって言って、うん、でその信号を右曲がったりとかして、でまたポチッと押して、へーっていう役割をやってて、うん、すごい大変。すごい大変だった、うん、なんかね、一個の動作忘れちゃうと全部狂っちゃうから。そうだね。で間違えちゃうとミスコースしちゃうし。そうだね。そうそう。間違ってさ、戻るにしてもさ、分かんなくなっちゃうよね。そう。だから同じ道でまた戻ってリルートしないといけないっていうやつで、でもすごいね、楽しかった。私楽しかった。もともと車嫌いじゃないから、うん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 、なんかね、そのマニュアル車なんだけど全部、うん、基本、うんうん、ちょっと久々にマニュアルを運転したくなった。私は助手席だったから。あ、そうかそうか。みさちゃんもマニュアル？マニュアルで撮ってるから、うんうん、ちょっと今度、まあ、出る機会があれば、ガチャガチャ自分でそう運転して出たいなってちょっと思った。何時間ぐらい運転してるのそれ？1日。もうね、朝ね、だいたい6時45分とかの朝、1台目からスタートしてって、うんうん、ゴールするのがだいたい夕方の5時過ぎだから、1日中基本走ってる感じ。ご飯とかはどうする？ご飯はその各地でなんか道の駅とかそういうとこで取れるとこがあって、うん、でその時間までにちゃんと帰ってこないといけないし、で全部ポイントになってるから、うんうんうん、なんかね、私ゴルフも4日間競技じゃん、うん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 、でそのクラシックカーのイベントも4日間競技で、うん、なんかね、すごい久しぶりに闘争心が負けられないみたいな。で結果どうだったの？なんかその結果は110台中45位、半分ぐらい、うん、だからまあ初参加にしては、うん、まあ、頑張れたんじゃないかなと。へ、まあ、楽しめたから いっかって感じなんだけど。そうだよね。そう、すごい楽しかったですよ。そんなのがあるんだよ。競技としてね、あって、なんか BS、うん、で12月の22日にラフェスタ・レ・ミリアっていうタイトルで放送されるので、うん、あ、そう、 BS 富士で。確かぜひ。なるほどね。映ってるかもしれない。なかなかクラシックカー運転することもないだろうしね。乗ることも ね、なんかいい経験させてもらいました、ね。はい、そうする、行きますか。押す。あの池の右の木、うまい。あ、木に当たる。抜けた？あ、抜けた。よかったね。抜けた。お利口。ナイス。なるほどね。確かに巻いちゃいそうなロケーション。うまい。ナイス。え、完璧じゃない？いや、よかった、今のショット。なんか106ヤードどうしよっかな。受けてるし、本当は9番だけどちょっと怖いから8番でとか。距離がね、なんか出ないんだ。でかっ。うまく打てたね。よかったけどね。うまいね。あ、手前。下入ったのね。下入った。そうだね。危なかった。勢いがなんかこうなかったね。ボールに。危なおー、うまい。
しい。オッケー。やった。初めてオッケーもらいました。ナイスオッケー。いただきます。早い。早い。これはまた外しどころの。だけはよし。よかった。パターも打てるようになってきた、うん。結構深くない？このバンカー。気づかなかったけど。ね、何も考えずに打ってたね。結構あるよ高さ。ね、前半最後です。はい。バーディー取るよ。お。今日初めての強気の発言。ちょっとね、最後は打ち上げてるね。まっすぐ。よいしょ。よいしょ。誰も言ってくんないからさ。撮影してた。そうです。あ、見えないもんだって。うん、大丈夫。あ、OK。あの辺。どう？手前？ナイス。乗った？乗った？乗りました。うまく打ったね。薄い？あ、乗った？手前？乗ったかな？これ行ってみないとさ。分かんないね。結構なんか意外とね、行ってなかったりする時あるから。うん、上が純茶だと思います。場所的にね。うん、確かに。うん、すごいね。結構よ。結構だね。純茶持ってて登ってるもん。来てるよ。もっともっと。おー、ナイスタッチ。ナイス。すごかった今こっから。いっちゃいそうな気がしたよね。うん、早かったな思ったより。これはまずいです。あー、そっち。ボギーだ。スリーパンチ。スリーパンチ。やっぱ意外と出るね、スリーパット、うん。グリーン大きいから出るって言われたけど。そうね。出るね。出る。ペイン。パン。ナイスパン。
私せっかく頑張ったのに。さあ、Thank you。39でした。さすが。あ、多分ね。いや、39のはず。3オーバー？はい。私多分7オーバー。8かな？8いった？7か。7か。なんと生わさびがすごい ね。なんかね、茎を取ってこっちをするんだって。へえ、下じゃないんだ、うん、なんかね、なんかすごいほらあっつって誰エアーです。喜んでらっしゃる。そうです。ほらすごいね。すれました。あとはご飯にかけます。これをやりたい。ねっとりしてるよね。ねっとりすれてるって感じこのすったわさびを醤油をかけます。どれぐらいのせんだろう。何今のなんかでも何今の表面だけ辛いって感じ。まろやか？まろやかとかじゃないな。なんかさ、やっぱ細かいからさ、うん、残るじゃん口に、うん、でずっと辛い感じするじゃん普通の練りわさび、うん、でも粗いから表面だけピリってくるけど、あとスーッと、あとスーって感じ。お醤油を、かつお節です。めっちゃ美味しそう。こんな感じのご飯ができました。いただいてみます、うん、うん。辛い？辛くない。わさびちょっと足りないかも。なんかこっちも辛いでしょ。ずっと辛いじゃん多分。あのね、粉のやつ。生わさびの方がピリッとはくるけどすっきり、うん、私は鯛茶漬け。あ、美味しそうだね。うん、あ、美味しそうよ。いい匂い。うん、出汁がいい。出汁がすごい、うん、うん、うん、美味しい、美味しい。いいね。